で歌います。おいら B フリーという歌い手でございます。今から1曲自分のオリジナルのプラネタリウムという曲を歌おうと思います。ぜひ一緒に楽しんでください。よろしくお願いします。あーイエーして芸人目指してきましたということで、前回もね、トップバッターをしていただいた方ですかね。はい、はい、アメリカの合衆国のはい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 、あのごコンビですね。はい、はい、お二人ご登場いただきましょう。どうぞ。サラリーマンやっててね、うん、はいはい、それやめて芸人として頑張っていこうということでやっていただいてるんですよ。お願いします。お願いします。いや早速なんですけどね、うん、白澤さん、なんかやりたいことってありますか？8時出勤の定時上がり。リーマンじゃない。なんで戻っちゃった。芸人として頑張っていこうって今言ったところだから、そこからやりたいことないんですか？有給使って箱根行きたい。リーマンじゃない。有給ないから芸人は。そう、他やりたいことないんですか？退職金使ってマイホーム。リーマンじゃない。退職金とかないからな、はい、お前40年ぐらい働いてしっかりもらってマイホーム買おうとかいいんだよ。いい、そういうんじゃなくて、うん、俺やりたいことあるんですよね。やりたいこと、うん、俺ね、探偵になってね、うん、犯人をつばって言い合ってたいなと思う。渋い。やりたい。やらせたい。かっこいいじゃねえかお前。つばって
探偵やるから、お前犯人やってもらって。じゃあこうして待ってる。シャラクか。なんで江戸時代にね。やりたくなっちゃう。ならない、ならない。初めてみたいなそんなやつ。いやだからな、ここがな、うん、犯行現場として、うん、俺が探偵、うん、お前が犯人。ここ舞台で今漫才中だから役としてやってくれってことだから。役として、ね、犯人役お願いします。犯人はこの中にいる。俺しかいないよ。いや2人いっぱいいるという手でやってくれ。いっぱいいるから。2人きりでやんないやんないやんないよ。犯人はこの中にいる。お客さんに失礼だろ。お客さんは別に、お客さんはまだ置いといてない。関係ないから。犯人お前の後ろにこう容疑者にいっぱいいるんですよ。でも犯人お前な。お願いします。犯人はこの中にいる。犯人はお前だ。いや靴ひもとかない。お前お前だ。犯人お前だから。犯人俺にはお前。お願いします。犯人はこの中にいる。犯人白沢直樹。犯人さ。名乗り出るんだね。真犯人はいつも俺。コナンみたいな言い方。ちょっとお前ダメだろ。鼻からできないと思ってない。誰の鼻がでかいじゃんお前。言ってない言ってない言ってない。で実際結構でかいから。言われた恥ずかしい。隠れてねえよ。鼻の部分でねえよ。言ってねえ言ってねえ言ってねえ。やかましいな。なんなんだ。被害妄想強すぎるだろ。誰の顔が悲惨でかわいそうすぎるだよ。言ってないって。なんでそう聞こえちゃうの。お前耳すごいな。ありがとう。サインいる。いらない。握手してやるか。いやいらない。頭ポンポンしたけど。サービスが怖いよ。ダメだお前。ちょっと交代。サインくれるの。じゃあそこじゃ。俺が犯人やるからお前探偵やってもらっていいですか。あ俺が探偵。お願いします。犯人はどのあたりにいる。聞くんだね。犯人俺だから。犯人はお前だ。今じゃねえ。今じゃねえよ。今じゃないの。ダサいじゃないよ。ダサいよ。いいんだよそれ。今の絶対やらなかったよね。いらなかった。全然いらなかった。ちょっと反省してもらって。推理した方がかっこいい。推理した方がかっこいい。雰囲気出るから。雰囲気出る。あ、BGM とか。チキチキチ。チキチキチ。いや、雰囲気は出る。チキチキチ。チキチキチ。金田一少年。普通やってるの初めて見た。チキチキチ。なんで喋んないの。ちゃんと頭の中で喋れよ。ちょっとゆっくりになってきてる。もうこれ言い当てる感じ。じゃあ俺ドキドキするな。寝てんだね。何寝てんだよ。何チキチキチで寝てんだよ。何したいんだよ。もう推理、もうその BGM はいいわ。あ、いらない。もう推理して俺言い当ててくれればいいから。お願いします。犯人はこの中にいる。犯人はこの血だらけのナイフを持ったお前だ。あの、お前、推理って言わないから。証拠とか持ってないの。持ってないの。犯人はこの中にいる。しかし、犯人は証拠を完全に消し去っている。こうなったら拷問だよ。なんで拷問なんだよ。一人一人お前だろうって言うんだろ。ダメだよ、そういうんだよ。犯人言い当てて。探偵だから、お願いします。犯人はこの中にいる。しかし、犯人は完全に証拠を消し去っている。こうなったら勘だ。ダメだよ。なんで勘で言い当てる。女の勘だよ。男じゃない。女が出てるんだよ。いやもう推理してちゃんとお願いします。犯人はこの中にいる。まず一番最初に怪しいのは第一発見者誰だ。次に犯人と顔見知りのやついるか。最後に死亡推定時刻アリバイのあるやつはいる。お前じゃねえか。俺な、お前だよ犯人。もう推理とかいいわ。犯人ただ言い当ててくれるだけでいいよ。ピンポン。ちゃんと犯人言い当てて。指差して言い当てて。ジェーイ。水木一郎が出てくる。犯人を言い当てろって言ってんだよ。バカバカバカ。天使の男がいいんだよ。犯人をな、犯人を刺すんだよ。まあ、犯人はお前だ。刺し方じゃない。それ犯人刺しちゃってんじゃねえか。じゃ指で刺すんだよ。まあ、ジェーイ。お前いいんだよ。犯人を刺してもらっていいですか。E.T. E.T. じゃねえ。友達じゃねえよ。いやちょっと待って、お前探偵って分かってんの。分かってる。ちょっと言ってもらっていいですか。この壺本物だね。それ鑑定だね。ああそう。いやそうじゃなくて、俺が言ってる探偵だから。あんめんも鑑定だよ。そう。いやそうだね。アルカリ性なら反対だよ。酸性な。そう。いやそうじゃねえんだ。探偵、あれだ、事件があった時にこうなんか、なんだろう、こう関係ないよ、この話。いや、そうだ、そうじゃねえよ。そうじゃなくねえよ。いや、写楽はいいんだよ。もういいよ。どうも、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。
いやあの音いいね、あの音いいです。おできるできる。チキチキチキ。二人でお届けしました。先ほどのテーマソングですね。はい、14組目赤鼻仮面ホリエモン。あれですよ、ジャガさん。はい。ででで。で。あ。パントマイムだ。そうです。はい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 。もうね、ジャガさん大好きでしたね。はい。第9回で敗北してしまいましたが、はい、その悔しい思いをバネにですね、先日ですね、フジテレビの番組に出演されました。まあ、紹介されまして、路上ライブの模様を映していただいたということですね。さあ、どんな進化を遂げてるんでしょうか。はい、ホリエモン前の方へどうぞ。Thank you.
はい。